止まらない食欲を抑える3つの方法をお伝えします。あなたはこんなことないですか？そんなにお腹が空いているわけでもないのに、ついついこう甘いお菓子であったりスナック菓子を手にしてしまう、こう手が伸びてしまって食べ出すと、もうとにかく止まらない、気がつくと一袋全部食べてしまっていたっていうですね、過去の私もねそうだったんです。もうその気持ちよくわかります。もう気が済まないんですよね。こう食べきらないと、食べてしまわないとというかですね、もう本当にその止まらないんですよね。それはなぜなんでしょうか。そこでこの動画ご覧いただきますと、あなたはご自分でその止まらない食欲を抑える方法がお分かりになって、結果ご自分でその暴走する食欲をですねコントロールして、綺麗に痩せることができるんですよ。では早速その3つの方法をお伝えしていきますね。では1つ目です。腸内環境を改善することです。これはなぜかと言いますと、その腸内環境が悪い方というのはですね、その腸内、あなたの腸内にいるその細菌ですね、腸内細菌の悪玉菌、まあ、イコールこうデブ菌と呼ばれるその菌の割合がこう比率がこう多いわけです。そうするとですね、その悪玉菌が大好きなその餌があるんです。それがイコール太りやすい食べ物なわけなんですよね。例えば甘いお菓子であったり、ジャンクフードであったり、スナック菓子であったりですね、脂っこいものであったり、こういったものが全部悪玉菌が大好物なんです。ですから、もしあなたがなんかこういったものをですね食べたくなるっていうのは、あなたのそのお気持ちの問題ではなくてですね、あなたのその腸内にいる悪玉菌が求めているからなんですね。なので大丈夫なんですよ。あなたが悪いわけではない、あなたの腸内環境が悪いだけなんです。そこで、では痩せ菌と呼ばれる善玉菌を逆に増やしてあげて、あなたの腸内環境を良くしてあげればいいわけです。でまたこの腸内環境がですね、こうご自分でどうなっているかこうよくわからないという方は、別動画で痩せる腸内環境チェックリストというですね、タイトルの、動画がございます。そちらであなたの腸内環境をチェックして、腸年齢まで、分かるリストをアップしておりますので、この動画が、終わりましたら詳細欄にリンクを貼っておきますので、ご自分の腸内環境、腸年齢をチェックしてみてくださいね。では具体的にそのどうやったら痩せ菌といわれる善玉菌を増やしていって、そのまた善玉菌が大好きな餌を取ってあげて環境を良くしてあげればいいのかという具体的な方法があります。もうとにかく食事なんですね。1つ目、発酵食品を取りましょうです。例えばお味噌汁であったり、ぬか漬けであったり、納豆、キムチ、ヨーグルトとかですね、こういった発酵食品、もう私ももう本当に1日かけてもう必ず毎食入ってる、もう大好きな食品なんですね。そういった発酵食品をしっかりとってあげることで、まずあなたの痩せ菌を増やしていきましょう。2つ目、その増えた痩せ菌が大好きな餌となるものをとってあげるんです。水溶性食物繊維です。こちら代表的なのは海藻であったり、まあ、オクラとか山芋とか、こうネバネバ系ですよね、ネバネバ系の食べ物を取ってあげてください。で3つ目、オリゴ糖、これもですね善玉菌が大好きな餌になるんですね。代表的なのは、まあ、玉ねぎであったり、まあ、蜂蜜であったりお野菜系ですね。4つ目、 EPA DHA です。こちら代表的なのも青魚ですよね。でプラスアマニ油という、まあ、オイルですね。私はとサラダですとかお味噌汁にこうちょろっと垂らして、あ、納豆のタレとしても使いますね、入れるんですけれども、とっても食べやすいですよ。さっぱりしてて、そういった油も使いつつ上手に、特にお忙しい方なんかはですね、もう食べ物にこうちょっと足すだけで、ちょい足しで OK ですので、ぜひ取り組んでみてくださいね。では2つ目いきましょう。生理前の過ごし方ですね。こちらです。よくご相談を受けるんですね、私のクライアントの方から。もう先生、生理前がもうとにかく悪いと、もう食欲がどんどん増進して、もう止まらないんですよって。でそこで毎回太ってしまう、
そして生理が終わると落ち着くっておっしゃるんですね、食欲が。それぐらい私たち女性というのは生理の影響はその食欲とその直結しているわけですね。そこでじゃあどうしたら良いのか、生理前のそのホルモンの関係で増進してしまう食欲をどうやってコントロールしていればよいのかというお話ですね。さあ、もちろんバランスの取れた良い食事がもう大前提なんですけども、それプラスですね、生理前は特に 1,2,3 とこちら載っています、鉄分、カルシウム、マグネシウムを多く含んだやはり食事を積極的に取っていただくことで、あなたのその増進してしまう食欲がですね抑えることができるんですよ。例えば鉄分といってもいろいろあります。代表的なのは、牛肉、赤身のお魚ですね、マグロであったり小松菜、卵、豆乳などです。そんな難しいものではないですよね。積極的に摂りましょう。2つ目カルシウムは、小魚、乳製品、葉野菜などですね。で3つ目マグネシウム、大豆製品や海藻やナッツに多く含まれておりますし、またヨーロッパ地方でよくある硬水と呼ばれるその天然水ですね、硬水であったり天然の自然塩にもこのマグネシウムが豊富ですから、そういったもので簡単に補うことができますので、ぜひぜひ生理前には特にこの3つポイントで押さえて召し上がってくださいね。では最後3つ目、味覚を正すです。ここが大事です。なぜ食欲が暴走してしまうかというと、あなたのその味覚がもうこう中毒性になっているんですよね。で中毒性って何かというと、食べ出すと止まらない食品っていうのがやっぱりあるんです。中毒性が強い食べ物ってあるんですね。で代表的なのはこちらです。中毒性の強い食品の代表例はもう白砂糖ですよね。甘い食べ物は中毒性がありますから、こう一回食べ出すと止まらないんですね。もう以前の私もそうです。もうほんとチョコレート一箱ですとか、こう、別の動画でもお伝えしてるんですけれど もうとにかくそのこんな箱の、チョコレート菓子ですよね、もう一袋ペロリだったんですね。もうなんかこう食べないと気が済まないという、それぐらいやはりもう私中毒だったんですね。ですからまずその中毒で侵されてしまったその味覚を正常にやっぱりこう戻してあげることが食べ過ぎない、ポイントなわけですね。ではどうしたらいいかという方法を後からお伝えします。最後までご覧くださいね。まずはその中毒性の食品代表です。白砂糖、今のお話甘いお菓子ですよね、プラスそのクッキーなんかもそうです。もうパンとかパスタとか、小麦製品も止まらないんですよ。食べ出すともうその止まらない。そしてあとジャンクフードですよね。あとは酸化した油、例えばスナック菓子であったり、こう古い酸化した油で揚げた揚げ物であったりというのも止まらないんですね。あとは人工甘味料もそうですよ。あと食品添加物もそうなんです。あなたの味覚を麻痺させてしまって、しかも中毒性があるわけですから、一回食べ出してしまうとどんどん食べたくなってしまうというですね、その負のスパイラルに陥ってしまうわけです。過去の私もそうです。もうそうなるとなかなか自分ではですねコントロールできないんですね。ではじゃあどうやったらその壊れてしまった味覚を正常に取り戻し、あなたはこういった中毒性の食べ物から脱出できるかっていうその方法をお伝えします。一番効果が早いのは、ファスティングをすることです。なぜかと言いますと、ファスティングをすることで味覚がですね研ぎ澄まされるんですね。私も定期的に3ヶ月に1回ぐらいのペースでファスティングするんですけれども、ファスティングをするたんびに味覚がさらに戻って、その正しい食品選びがこうできるようになるんですね。今までこう平気で食べていたものがもうおえっとこうなるわけです。もう特にこれ添加物系はすぐ分かります。もう匂い嗅いだけでも分かるぐらい、ファスティングってその元々持ってる五感がですね研ぎ澄まされますので、もうこれが一番効果があります。でまたこのファスティングにですねご興味おありの方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録後直接私にご相談くださいね。今も、たくさんの方がご登録されて、私と、いろいろとやり取りしております。そして
まずはその味覚、まあ、ファスティングがベストですよってお話ししましたが、まずはですね、ファスティングがその取り組めない方でもできる方法があります。それは何かと言いますと、こういった中毒性の高い食品をまずはですね、ご自分の味覚を取り戻して、正しい体に良い食品を選んで、その止まらないその中毒性からこう脱出するためにですね、最低2週間から多くて3週間は取らないように控えてください。そうすると、舌の細胞でですね、結構早く代謝がいいので、こう早く生まれ変わりますから、あなたの味覚がですね、研ぎ澄まされて、そのどんどんこう食べたいってならなくてもよくなるわけです。最低2週間から3週間はこういった中毒性の食品をお休みしてあげることで、最初はね、ちょっときついかもしれないんですよ、その食べたいってなるのはもうよくわかります。ただそれに任せていたら、あなたはいつまでたっても食べ過ぎてしまう、やめられない、止まらないです。なのでもうご自分のためです。ですから、もうまずはやると決めていただいて、2週間ストップしてみてください。あなたの味覚と、そしてお体がですね、どんどん良い方向へと変わっていくこと間違いなしです。さあ、いかがだったでしょうか。このお話があなたと、そして周りの方の、大切な方々のためにですね、お役立ていただきたいと思います。そしてどんどんシェアして差し上げてくださいね。またこの動画のお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。